三浦春馬と市川猿之助、市川團十郎白猿。いつも私の拙い動画をご覧いただきまして心より感謝します。下手な動画ですが、下手なりに心を込めて歌舞伎への思いを一本一本手作りで作成してまいります。チャンネル登録していただけますと励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。今日は市川團十郎白猿さん自身のブログで、かつて大河ドラマ武蔵で共演された三浦春馬さんとの写真をアップされましたので紹介させていただきたいと思います。三浦春馬と市川猿之助。三浦春馬さん去年30歳と NHK 大河ドラマ武蔵で共演した歌舞伎俳優の市川團十郎さんが自身のブログに三浦春馬さんとの写真を公開した。團十郎さんは主演を務めた2003年放送の武蔵で三浦春馬さんと共演。当時三浦さんは12歳で、團十郎演じる剣豪宮本武蔵の最初の弟子役で大河ドラマ 初出演を果たされました。私の主観でありますが、この時期に三浦さんとのツーショット写真を公開されたということは、三浦さんも悲惨な件がありました。そして今回猿之助さんの件ですよね。これとダブらせていかにですね、命の大切さを無言のメッセージで、團十郎さんは命を大切にしようという無言の怒りをですね、あえてこの写真でメッセージされたのではないかと私は考えます。以上でございます。最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録していただきますと励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。